本日のセミファイナル世界ストロー級暫定チャンピオン決定戦5分5ラウンドを行います。青コーナー、パライスラマスト163センチ、 52.1キロ、世界ストロー級5位、黒沢亮平。ランキングは5位です、黒沢亮平。52.1キロ、世界ストロー級1位、サルバルチェンジ。5度目の正直なるか、現在ランキング1位、サルバルジュンジ。さあ、この世界ストロー級暫定チャンピオン決定戦、解説放送席には世界ストロー級の世紀王者、箕輪広場選手、そして大沢健二さんを迎えてお送りをしてまいります。お二方、改めてどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、お願いします。さあ、箕輪選手、非常に楽しみにしていた一戦だと思います。まずどこに見どころを置かれてますか？まあ、やっぱ二人ともストライキング能力高いんで、わーい、やっぱどっちかが倒れるような試合になることを期待してるのと、はい、やっぱリベンジに燃えてると思うんで、黒沢選手、そこでやっぱ、はい、なんていうんですか、熱い戦いになると思うんですけど、ちょっとすみません、自分も緊張してます、はい、やっぱりちょっと一言ではない試合ですね。そうですね、はい、さあ、大沢さん、この試合どんなところを注目されますか？そうですね、やばい、黒沢選手からすると、待て、はい、前回の負け方っていうのはすごくね、自分の中でものすごく残ってるものだと思うんで、ものすごいかける気持ちは強いと思いますね。いいですね、はい、さあ、サルバルがテイクダウン取りました。やっぱり強い、ここまでは非常にこうローキックも走ってますし、サルバル選手の状態どうですか、皆さん、いいんじゃないですか？そうですね、打撃もきちっと当たってるんで、はい、冴えてると思います。で、ここもきちっと相手壁に押し込めてるんで、できちっと相手の左手自分で右手で押さえてるんで、はい、そういう細かいところもこうできてるんで、すごいなんていうんですかね、いいですね、はい。まあ、この試合なんですが、全部で5ラウンドあるというところ、この辺が大沢さん、あのペース配分も含めて大事ですよね。そうですね、はい、あの佐野間淳二選手が、まあ、6年前とかでこう打撃一辺倒だったのが、はい、ここ最近テイクダウンとかも結構するようになってきてて、で試合の幅が広がってるんですよね、はい、だから多分印象だいぶ違うと思うんですよね、確かにあれから6年経ってるわけですからね。さあ、ここは立ちました。で、黒沢の方は今度は逆に体入れ替えて押し付けていきます。膝、さあ、お、もう一回か、いやすげー、テイクダウン。これは今、あのすげーというふうにおっしゃいましたが、箕輪さん、サルマル選手よりこれテイクダウンすごくなりましたね。すごくなってますね、はい、やっぱこの離れ際とか、タックル1回行ってからもう1回行くって結構やっぱ精神的にきついとききついんですよ、はい、そこやっぱ躊躇せずに行けるっていうのはメンタル的にもめちゃくちゃ成長というか進化してると思います。はい、まあ、何しろ、今回5ラウンドですから、まあ、そういったことを考えても、結構行くのはね、なかなか勇気いると思うんですが、さあ、まずこれサルマルの方がしっかりと試合をコントロールして入っている感じです。まあ、でも今までね、はい、タイトルマッチ、5回目ですかね。5回目ですよ、これが。もうサルマル選手はもう5ラウンド慣れてますからね、はい、やっぱりそういう経験値っていうのは、あの戦う上では大事なんですね。まあ、5分5ラウンドは特別ですね。はい、サバントゥいいですね、黒沢選手も、待てー、さあ、ほかもゲー、これパンチで倒れる可能性も十分にありそうですね。ストロー級の中でも、トップと言っていいぐらいの多分ストライキング能力だと思うんで、はい、やっぱ僕らの階級レスリングタイプが多いというか、多くなるのが事実なんですけど、はい、その中でも2人は異色でストライキングめちゃくちゃ高いんで、マウント取った、ここは投げていく。さあ、そしてバックショック、これはどうだ、入った、いいぞ、これは入ってる、取り切った、5度目の正直。いやー、すごい、思わず決まった瞬間、箕輪さん立ち上がりました。スリッターコールとアダコーナー、サルバル淳二選手の一本勝ち、かっこいい。いやー、まあ、サルバル選手が6年前とも試合の展開ガラッと変えてきて、はい、
で、本当にこう幅の広さというかね、いやすごいですね、まあ、本当にね、もう何度も挑戦してきてる選手で、はい、で、そのために跳ね返されてね、よく折れずにここまで続けて、はい、で、本当に5回目で取ったって本当にすごいですね。認定賞が授与されます。さあ今認定賞の授与です。認定賞、世界ストロー級暫定チャンピオン、タルマル・ジュンジさん。起点は2021年11月6日東京都有線スタジオコーストに行われた世界ストロー級暫定王者決定戦において黒沢良平と対戦し見事勝利を収めましたので、ここに暫定チャンピオンたることを認定します。2021年11月6日インターナショナルシュートコミッションコミッショナーさせていただきます。長い間の中で選手は進化をします。今回はテイクダウンから最後バックテイクをしてのチョーク、それが体幹へとつながりました。暫定王座のベルトが正規王者の目の前で今巻かれます。万感極まった世界ストロー級暫定チャンピオン猿丸順次の姿を今捉えております。5度目で結果を出しました。いや本当にね、本当に諦めずに、はい、やってきて、で、まあ、3回4回ぐらいまではあんまり戦い方変えてなかったんですけど、心に来て本当にガラッと変えたんですよね。それがすごいですね、はい、いよいよベルトが腰に巻かれました。猿丸順次選手に一言いただきたいと思います。ちょっとマイク気になりますね。ありがとうございました、はい、もうみんな知ってるけどもう何回負けたか分かんない。でも逃げずに諦めずにシュートでずっとやって諦めないでよかった。こんな俺がチャンピオンになんなきゃもう夢がないよって思いながらやってて、夢しかねえのに諦めなかったのはみんなが応援してくれたおかげだから、これみんなのチャンピオンベルトは今度巻いてね。ありがとうございました。見事世界ストロー級暫定チャンピオンに輝きました猿丸順次選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。ということで、どちらかというと今回箕輪さん、はい、本人にとってはまずここに届いたっていう気持ちがすごく ね伝わってきたという形になりますが、ただ当然ですけれども暫定と正規ですからいろんな、まあ、意味合いがあるわけです、はい、対戦相手として考えたときに今日の猿丸選手言える範囲で結構です。どんなところに怖さを感じましたか？やはりストライキングの一発だけではなく、レスリング、タックル、その後の寝技の展開、どこを取っても、はい、まあ、なんていうんですかね、穴がないと言いますか、こう完璧にこなせたところがあるので、はい、その穴がなくなってきたことに対して の、その成長ぶりというか、はい、そういうところはちょっと思わされました。